おお、これはどうだ、すごい当たり、打球はライトへ、完璧に打たれました。うなだれた伊藤純喜、高校時代甲子園で名を馳せたイオゴジラ、これはプロ初ホームランになります。まあびっくりしました。これが高校通算48本塁打。もう返品といいますか、もうそのものですね。もうね、今日ねその話題ずいぶん喋りましたよね、ね、高校通算48本だったですか、はい、まさか今日出るとは。しかも名古屋ドームで本当です。うなだれる表情は隠しませんでしたが、これはね、純喜はね、もう一生覚えてますよ、このホームラン。そうでしょうね。キャンバスナウトです。あ、これは先ほどの秋山のホームラン。うわ、あ、もう打った瞬間もう自分でも分かるという、わあ本当ですね。うわーという伊藤純喜です。ていますドラゴンズはこのたくさんの応援の中で明日はいいところより見せたいですね。あ、そういうことね、はい、そういうことですね。ですね。タイガース大勝です。解説は鈴木貴正さんでした。ありがとうございます。